5, 4, 3, 2, 1, watch me.独身会館埼玉南支部支部長の鈴木雄三です。今日は前回の動画に引き続き後ろ蹴りについて説明をしていきます。前回の動画では後ろ蹴りの蹴り方について説明をしていきましたけれども、今回の動画では後ろ蹴りの当て方について説明をしていきます。流れとしてはこのような流れになっています。後ろ蹴りを蹴るときの基本的な自分と相手とのポジショニングについて、そして後ろ蹴りが避けられてしまうパターンを2パターン紹介し、それに対しての避けられないための自分自身そして相手とのポジションコントロール、これについて説明をしていきます。まず実践的に動いていく前に、後ろ蹴りのナンバーワン、基本的なポジショニングについて簡単にホワイトボードを用いて説明をしていきます。まずこれは上から見た図です。自分左足前、右足を後ろにした自分を上から見た図、そして同じく左足前、右足を後ろにした形の相手を上から見た図。自分と相手が構えを作った際に、相手の前足と自分の後ろの足、そして相手の後ろの足と自分の足の位置が電車の線路の上に乗っかるように向かい合うポジションのことを正対する、正対したポジションと言います。基本的に構えを作った時はこの正対したポジションから何かの技を仕掛けていく。相手が横にずれても自分も正対する位置に移動しますし、自分が動いても相手は正対する位置に動きます。おそらく何も考えていなければ自然に皆さんそのような形になっているのではないでしょうか。しかし後ろ蹴りを蹴る際にはこの正対するポジションというのはあまりいい形ではありません。この正対するポジションから今だったらこの後ろの足、右足で後ろ蹴りを蹴っていきたい。そうなった時に自分の足を軸に体を回転させます。体を反転させます。反転させるということは軸足をふもとに体が、これ今背面を見た形ですけども、骨盤がこのように横に移動します。この位置から後ろ蹴りを放つと、まあ、当たり前ですけども相手の横に後ろ蹴りはずれてしまうんです。この正対するポジションから後ろ蹴りを放ってしまうということが後ろ蹴りが当たらない原因の大きな特徴と言えます。では、まあ、これも当たり前のことなんですけども、後ろ蹴りを当てる位置というのはどういうところなのか。自分と相手とが正対する位置ではなく、相手の前足に自分の前足の位置を合わせる。この位置取りを行った形から前足を軸に体を反転させ後ろ蹴りを蹴り込むと、相手のお腹のど真ん中にボーンと後ろ蹴りのかかとが突き刺さる。つまり後ろ蹴りを当てるということに関しては、いかに相手の前足、今だったら相手の前足に自分の前足を合わせるのか、サウスポーだったらもちろん逆になります。相手の後ろの足に自分の前足を合わせるのかということが大事になってきます。では実際にこのホワイトボードで説明した動作をやってみましょう。まず基本的に組み手をするときに構えを作ったら、何も考えずに向かい合ったら相手の左足と自分の右足、相手の右足と自分の左足、それが電車の線路の上、電車のレールの上に乗っかるような形をとって構えを作っていく。この形を正対すると言います。この正対する形は、例えば僕が動いたら常に正対する位置を相手も
キープをしていきます。ただ後ろ蹴りを蹴るときにこの正対するポジションから前足を軸に体を回転させ、後ろ蹴りを放っていくと、お互いの体のポジション上を相手のサイドに後ろ蹴りはずれてしまうんです。なので後ろ蹴りを当てるときにはこの正対するポジションではなく、相手の左足と自分の左足が重なるところから後ろ蹴りを払っていくと、ちょうどど真ん中に攻撃が当たっていきます。戦っているときはいかに蹴るときに前足と前足が重なるポジション、相手の左足と自分の左足が重なるポジションから蹴りを払っていくかどうか、この位置取りがとても重要になってきます。ではその正対するポジションから後ろ蹴りを放ったとしましょう。ただそれでも必ず相手にヒットするというわけではありません。相手もディフェンスをするからです。後ろ蹴りが避けられるパターンを2つ紹介をしていきます。まず1点が、後ろ蹴りを放つ際に相手がバックステップしてしまうんです。このように相手が後ろに下がって避けてしまう、このパターンが一つあります。もう一点は、後ろに避けた時に相手が斜め前に踏み込んでくるんです。このように回転する中に踏み込んでいく、この避けられ方も一つあります。実際に後ろ蹴りのディフェンスを行う際には、後ろにバックステップする、もしくは斜め前に踏み込んで避けましょう。そのように指導されると思います。では次に、その避け方に対して避けられないようにするためにはどうするのか、それを紹介していきます。まずバックステップして相手が避けてしまうことに対して、それを避けられないようにするにはどうすればいいか、これについて説明をしていきます。相手がバックステップをしづらい状況というのはどういう状況なのか、構えなくて自分と相手があまり動くことなく止まっている、もしくはその場で足踏み、ステップを踏んでいるような段階だとバックステップ、これは容易にバックステップすることが可能です。バックステップしづらい状況というのは、後ろに下がるのと反対の動き、つまり相手が前に出てきているときにバックステップ、これがバックステップしづらい状況です。前に出てバックステップ、少し反応が遅れますよね。前に出てくるところを狙う、これが後ろ蹴りが避けられない状況を作るということなんです。では事例を紹介します。まず構えをつけて、お互いに近づいて、この瞬間、相手がスーッと、自分と相手が前にスーッと近づいていく瞬間、ここが狙いどころです。この瞬間は、相手は前にできているので、バックステップがしづらい状況。なので、後ろ蹴りを当てやすい環境が作れています。お互い離れた位置は比較的簡単です。では、近づいているとき、近づいているとき、打ち合ってる状況から何か技で一回相手を離し、そして近づいてくる際に後ろ蹴りを狙っていく、これも後ろ蹴りを当てやすいパターンの一つです。もしくは今の新ルールだったら、打ち合いの中から打っちゃって、打ち合いの中から一度両手プッシュし、そして近づけるところを後ろ蹴りで狙っていく、これも後ろ蹴りを避けられないための当て方と言えます。次に、斜め前に踏み込んで避けられてしまうパターン、これを防ぐための動作を紹介しています。前につけて、後ろ蹴りを打った際に斜め前に踏み込まれ、これも後ろ蹴りを避けられてしまうパターンの一つでした。そうさせないためにはどうすればいいのか、今バックステップをやった原理原則を使っていきます。
バックステップさせないためには前に相手を出させている状況を作りました。そうすると逆サイドへの動きというのがスクイーズだったんですよね。この動きもそうなんです。斜め前に踏み込まれたくなかったら、相手が逆サイドに動いている状況、逆サイドに動いている状況というのを作り、その瞬間に後ろ蹴りを放つと、後ろ蹴りがまともにヒットし、避けられない状況を作り出されます。では、避けられない方向に動かすためにはどうすればいいのか。これは最初に紹介した正対するポジション、この原理原則を使っていきます。構えを作ります。構えを作ったら、動かしたい方向に自分が正対するように一度動く。斜め方向にサークリングするように動くと、相手もそれに合わせて斜め方向に動いていきます。動いている段階を作って、そこに後ろ蹴りを放っていけば、避けられない方向へ相手をコントロールさせることができるんです。斜め方向に動き、正対する相手に対し後ろ蹴りを放っていく。これが斜め前に踏み込む避け方に対する後ろ蹴りの当て方と言います。このように後ろ蹴りを当てるためにはポジショニングがとても大事になってきます。自分の立ち位置、相手の立ち位置、この構造をうまく考えながら技を放っていくと、後ろ蹴りをうまくヒットさせることができます。動画をご覧いただきありがとうございました。前回の蹴り方の動画と今回の当て方の動画をよく理解し、ご自身の稽古に生かして、ぜひ後ろ蹴りをマスターしてみてください。この動画が役に立ったと思ったら、いいねボタンをお願いいたします。そして週1回の更新を目処にやっていますので、お見逃しがないようチャンネル登録もお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。おっす。Thank you.